あの魔人からメノラーを取り戻してくれたのね、君。私がずっと前から思っていた通り、君は私の力になってくれるのね。そう信じていたわ。たとえ世界の姿が変わってもって。我が主の言葉をお伝えします。あなたが手に入れたメノラー、それは我が主の持つ大事なコレクションだったのです。メノラーはアマラ神海の流脈を制御する生命の炎。それが恐ろしい魔人によってどこかへ持ち去られたのです。それを手にした者はこのアマラ神海を自在に行き来する力を得ます。しかしそれは誰彼なしに許されたことではありません。ここは本来我が主が許した者しか足を踏み入れることができぬ禁忌の場所なのです。そこであなたにお願いしたいのです。そのメノラー、本来アマラの各層を照らす生命の炎を取り返し、アマラ神海に戻していただけないでしょうか。それが我が主の願いです。全部で銃と一本あるメノラーを取り返すこと。それをしていただけるなら、あなたがアマラ神海に出入りすることを許しましょう。あなたにとっても損ではない話だと思われますが、いかがでしょう。頼まれていただけますか。ありがとう。君なら、いえ、あなたならそう言ってくれると信じていました。あなたに一つのメノラーを渡したのは、メノラー同士が引き合う力を持っているからです。それを手にしていれば、いずれすべてのメノラーを見つけ出すことができるでしょう。メノラーを取り戻したら、アマラ神海の各階層に配してください。各層に配するごとにその働きに報いていきたいと考えております。あなた方の世界でアマラの天輪湖、東京でターミナルと呼ばれる装置、それにメノラーをかざすことでこの地と自在に行き来する力を得るでしょう。それでは、くれぐれもお気をつけて。これで準備はすべて整いました。我らが選びし魔人はすべての死を乗り越えられるのか。
そして新たな悪魔が誕生するのか見守ることにいたしましょう。Thank you.